ユリダの噛んだのは、フジテレビオンデマンドで2019年5月24日より配信開始した FOD オリジナルの配信ドラマ。パパカツ、彼氏をローンで買いましたに続く、野島真嗣脚本の FOD 作品第3弾。前作と同じく演出は加藤博史賞、企画、プロデュースは清水和幸。野島は、企画当初は同性愛ではなく、度が過ぎて、 仲がいい女の子たちの曖昧な関係を描こうと思ったと述べており、今時の女の子ってどうなんだろうという思いが先立っている。劇中のトモリングはこの設定の名残。このため、同性愛を正面から描く気持ちはなく、ユリというジャンルをコメディタッチながら丁寧に描くことを念頭に置いている。配信ドラマということで、表現規制はないが、ブルーレイや、 DVD ソフトとして残すことを念頭に置いているため一定のコンプライアンスフィルターはかけている。スポンサーにとらわれないことから、ジュノンボーイ、ショールーム、魔法少女窓かマギカの固有名詞を多く出すのも本作の特徴である。2019年7月20日から9月7日までフジテレビ地上波で放送された。毎週土曜0時55分1時25分。主人公の通う。 聖泉学院大学のロケ地となっている東京の宇工大学。見えないストーカーの影に悩まされる大学生の篠原ゆり。引っ越し先を探して不動産会社を訪れた際に小学校の同級生である二宮海里と再会。元ジュニアアイドルであった海里とは友人としてスキンシップを育むが次第に友達の範囲を超えた行為を見せ、ゆりは違和感を覚え始める。 周囲の人物たちの真実の愛に見えていたものも、次第に裏側を知るようになっていき、ユリは友情とは何か、愛情とは何かを考えるようになる。ありがとうございます。